日本共産党の志位和夫委員長からご挨拶をいただきます。皆さんこんにちは。ご招待いただきましてありがとうございます。憲法9条の国として、日本が、アジアの平和をどう作っていくか、私たちの安全保障に関する基本的な考えを今日は若干お話しさせていただきたいと思います。よく日米同盟の抑止力の強化が日本を守る力だという議論があります。しかし抑止とは何か、日本語で抑止と書きますと抑えて止めるですから防衛的な感じがしますが、私はそういう名前優しいものではないと思っています。英語で抑止とはデターランス、オックスフォード英語大辞典で聞いていますと、抑止とは恐怖によって相手を思いとどまらせることだと、抑止とは恐怖だということを書いてあります。そこで本質があると思っております。日本が抑止で恐怖で構えたら、相手の国も恐怖で構えることになる。恐怖対恐怖、軍事対軍事の悪循環に陥ってしまい、それが一番危険ではないかと私は思います。それではどうするか。私は相手に恐怖を与えるんじゃなくて安心を供与する平和外交にこそ力を注ぐべきだと思います。そんなことができるのかというふうにお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、それを実践しているのが東南アジア諸国連合、ASEANの国だと思います。私も何度もASEANの国を訪問しまして、その大きな変化をびっくりしました。ASEANでは年間以内で1000回の会合をやっている。そして徹底した話し合いを積み重ねることで、かつては戦争と敵対が支配したあの地域を平和の共同体に変えました。ASEANの素晴らしいところは、それを域内にとどめずに域外にこう広げまして、東アジアサミットと言われておりますが、ASEAN10 カ国プラス日本、アメリカ、中国など8カ国で構成する平和の国を発展させていって、ゆくゆくは東アジアの全体を ASEAN のような戦争の心配のない平和な地域にしようという大構想を提唱しています。2019年に ASEAN 首脳会で採択された ASEAN インド太平洋構想 AOIP です。私はこれ大賛成であります。今日本がやるべきは大軍拡という方向じゃないと思うんです。 ASEAN の国々と力を合わせて AOIP ASEAN インド太平洋構想を共通の目標にして、東アジアを戦争の心配のない地域にしていくための開港にこそ力を尽くすべきだと、私たちも、そういう方向で尽力したいということを申し上げまして、ご挨拶をいたします。ありがとうございました。委員長、ありがとうございました。